はい、どうも皆さんこんにちは、ゴードンと申します。本日もポケモン実況やっていきたいと思います。ということで本日はオドシシ使って対戦やっていきたいと思います。このオドシシなんですけれども、ポケットモンスターレジェンズアルセウスにて進化先アヤシシっていうポケモンがね登場したポケモンなんですけど、今作ねまだアヤシシが出てなくて、オドシシともう一体リングマだけがね進化前の扱いになってるんですね。ということで今回は進化の奇跡を持たせたオドシシを育成してみました。まあね、どれぐらいの耐久かちょっとあんま僕も分かってないんですけど、無難に進化の奇跡っていうアイテムが強いんで、ちょっと使ってみたいなと思って育成してみました。早速ね紹介していきたいと思います。今回持ち物が進化の奇跡、テラスタイプは本当はフェアリーがいいんですけど、ちょっとねピースが集まらなかったのでノーマルでいきたいと思います。育成はこんな感じ、性格控えめの HC ぶりですね。詳しくは概要欄に書いてあるのでよかったら見てみてください。技構成がテラバースト、シャドーボール、催眠術、瞑想。オドシシってボリョンね、もともとは攻撃種族値の方が高いんですけど、ちょっとね技がね微妙すぎたんで、今回はあの特殊型で育成してみました。で特殊のタイプ1ノーマル技がねテラバーストしかないんですよね。なのであのシンプルテラバーストで採用しております。でゴーストタイプ来たら何もできなくなっちゃうんで、シャドーボールとあとは催眠術、瞑想っていう、隙があれば瞑想とか積んだり催眠術当てて眠らせてターン稼いだりっていう感じで使えたらいいかなと思っております。ちょっとね自分の中でも未知すぎるんで、早速ねこのポケモン使って対戦やっていきたいと思います。はい、お相手見つかりました。ユウさん対戦お願いします。お相手セグレイブにエイフィー、グレンアルマにアーマーガー、ジバコイル、カラミンゴということで、そうですね、オドシシさん通り悪いよな、鋼がいっぱいいるからねちょっと厳しいんですけど、一旦オドシシから投げてみるか。まあエイフィー飛んできたらそれはそれなんで、オドシシから投げてみて、羽ばたく髪はまあそこそこ刺さってるよね。やっぱ羽ばたく髪持ってって、ラスト1体はそうだな、あと他に厳しいのなんだ、グレンアルマかな。オドシシ初手投げで羽ばたく髪が結構本当にそこそこ全体に刺さってるんで、全タイプに対していけそうで、グレンアルマがきついんで、まあ、マンダかな。じゃあマンダでいきましょうか。お願いします。さあお相手でエイフィー対オドシシ。なるほど、別に悪くないんじゃないですかこれは悪くないんじゃない。ただオドシシね遅えんで、ん？威嚇ってこれさ通るんだっけ。まあ通るのか、技の跳ね返しは通らんけどってことか。催眠術は打てないんですよ。まあ瞑想打っとくかな、一回瞑想打っときますか。まあ一応シャドウも持ってるんで、リフレクター、なるほどそういう感じね。あ、だったらもう瞑想ガン積みさせてもらいましょうよ。うん、ここはなんかあくびとかだったらきついか、あくび打たれたらまずいな、引かなきゃいけなくなっちゃうから、一旦まあまあ一積みでいいや。じゃあ瞑想一積みしといて、ここもシャドウに切り替えましょうか。リフレクター物理方面だと思うんで、でオドシシね、そうなんですよ、あの攻撃の方が高いんですよ、特攻より。なのであんま読まれにくい。ただだとしてもこれは貼られちゃうんでどっちにしろなんですけど、もう一発積んどいてもよかったかな。でもあくびされたらちょっと嫌だったんで、もうシャドーボール打ちます。さあさあさあ、シャドーボール打っていく。あーでも壁込みでそこそこ入ってんな、別に悪くないですね火力。まあ目人一積みしてるからってのもあるけど、壁なかったらもっと入って、電磁波、なるほど電磁波だったら逆にありがたいぞこれ。あくび入らなくなったから電磁波ね。落とし別にそんな S、 今回落とし別に HC ぶりなんで S に振ってないから別に悪くない。いや強い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 、これもう一回積ませてもらおうか。もう壁張られちゃってるから、あんまり早めに倒したくなくて、で全部割れたんで相手の技が、両壁と電磁波再起燃焼だから、落としでガンガンここ時間使って相手の壁ターンからして、粘土かな、粘土っぽいんで、ここも瞑想ガン積みできます。こうなってくると多分相手引かなきゃいけないかなってんだよね。いやーここでもここでなんか技打っといた方がよかったか。セグレイブの技耐えなくないか奇跡持ちなんで、なんか一発ぐらい耐えてくれたらありがたいんですけど、瞑想3積みですね今。いやーここは打っとくべきだったか技で。うん、壁がね、壁のターン見ましょうか、一旦壁のターン見ましょう。1、5、8に伸びてるんで、粘土ですね。粘土持ち。催眠がね、通ればね、すんごいありがたいんですよ。うちからしたらね。まあでも、脅し、まあ、これでも別にいいか。催眠術打ちましょう。ツララバリー。いや、ワンチャン耐えるぞ、これ。イカサマダイスで5発当たったとしても、これ耐えるくない？いける、脅し。よし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 。いや、一回、よし、4、当てろ当てろ、オッケーよしよしよし。ラムとかはないね、さすがに。イカサマダイスだと思うんで、脅しし眠らせていく。で、相手の方が早かったんで、ここ絶対に眠るんで、
テラバーストの方がまあ 1.5 倍の威力が出るか。テラバースト打ちますか。じゃあ、いやいいよ、いやよく動いてるよ、麻痺ってんのに。脅しナイスすぎる。これはここで麻痺引いたらちょっと痛いけど、テラバーストん、なになになに、バグってるバグってる。あー、オッケー、テラバースト、あー結構入ってんな。まあまあ3詰みしてるからか。え、ここを起きられたら最速起きだよね、相手。まあ最速起きされたらされたか。壁ターン結構使ってるんで、いや、テラバーストいきます。いや、これ。あー、まあ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 、しゃあないしゃあないしゃあない。これはしゃあない。もう、最速されちゃったらしゃあないわ。いや、今、ノーマルテラス切ってもよかったかってちょっとふと思ったんですけど、いや、よく頑張ったよ。ここまで。よく頑張った。壁ターンも枯らしつつね、よく動いてくれた。ありがとう、脅し。さあ、こっからです。リフレックなくなったんで、で、まあ、羽ばたく神いきますか。まあ、とりあえずね、これエフィに対しても強いんで、このポケモンは。羽ばたく神出して、で、今回タスキなんで、別にムーンホースでいいな。ムーンホー投げ、ムーンホースして、裏から、裏のポケモン全然見てなかったけど、ジバコか。ジバコイル。なるほど。ジバコイル出てくる。ムーンホース打って、全然入らんね。入らなさすぎて。光の壁なくなった。今これでもう両壁なくなりましたね。いや、脅しし大活躍だったな、これは。さすがに大活躍すぎた。で、マンダ投げても微妙なんで、いや、マンダでも最後押し切れるな、これ。さすがに鋼テラス、セグレイブとエーフィ、ジバコでしょ?さすがに押し切れるんで、で、ここ多分、まあさすがにテラスある切らないはずなんで、いや、切られたらのためにシャドボ?いや、マジカルフレームでいいっしょ。一旦素直に行く。オッケー、とりあえずマジカルフレーム当たって、いや、でも、もう一発じゃ落ちないな、特攻ダウン。多分ラスターカノンとかだと思うんだよな。で、アナライズだったらちょっと厳しい。あ、でも、まあまあ、さすがの特防耐久って感じですね。まあ、シャドボ打ちますか。シャドボの方が、威力出たかもしれないな、もしかしたら。うん。テラスタルありがたくないか、これ。多分、鋼を消してきたと思うんで、だったらシャドーボールで全然ありだった。飛行とかかな。あ、飛行ですね。飛行テラスはね、まあ確かに。飛行テラスでも、マンダ通り良くなるんで、別にいいかな。うん。マンダも別に打ち分けできるし、全然ここは。いや、シャドウもね、ワンチャン落ちないか。あー、硬いな、やっぱ。10万ボルト。じゃあ、鋼テラス切りますか、マンダ。いや、脅しし、マジでよく頑張ってくれた。ここまでやってて、エイフィーより S が早いんで、マンダも、羽ばたく神も。だから、壁はもう一回張れないはずなんですよ。あの HP で。なので、いや、結構頑張ってくれたよ、本当に。ここテラス切っちゃっていいよな。テラス切っちゃう。え、なんなら別にもう激輪でもいいんだよな。ドラゴン飛行。まあ飛行消しといた方がいいか。で、激輪で、いいね。まあ、ラム持ってるから、この子ね、激輪との相性も別に悪くなくて、混乱をラムで回復できるんで、そう、そこがね、やっぱ強い点ですね。いや、これはもう、あっぱれです。脅しさん。うん。いや、セグリーブの、つららばに耐えたら、まあ、あっぱれでしょ。うん、こんだけ、サイキリも当てられて、で、セグレイブあんだけ削って、エイフィもあんだけ削って、壁ターンからして、いや、素晴らしい活躍だったと思います。オッケーオッケー。いや、これで負けたらちょっとシャレにならんけどね。ここまでやっといて。いや、でも、別にね、まあ、H は振ったけど、B に振ってないんで、うん。HB だったらもっと硬かったかなとは思うけど、でも、そうなると、まあ、火力が本当にね、皆無になっちゃうんで、今回は HC ぶりだったんですけど、全然良かったと思う。エイフィ出てきて、これ、え?早っ!ガチ?なんでそんな早いの?あ、いいや、ラム持ってる。ラム持ってるから、まあ、とりあえずラムでパクパク、回復して、え、なんで?あ、そうやん。エイフィの方が早いわ。ごめん。マジで忘れてた、今。これでも、激にもう一発続いてくれないと、ちょっと、混乱しちゃうんで、セグレイブにワンチャン負ける可能性が出てきた。お願い。あー、やばい!これで、ね、これで自信打たれて、ちょっと技が出ないってなるとちょっと痛い。セグレイブ出てくる。半分 HP 削れてるか。さすがに激輪で落ちるんだよ。だから、で、テラスも切ったから相手。お願いします、マンダ君。頼む。よし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 。さすがに勝ち。危ねえ。ちょっと危ない橋渡りましたね、今。うん、結構危なかった。いや、でもまあ、これはもう、うん。最初にね、盤面作ってくれたんで、よかったんじゃないでしょうか。
いやー、ありがとうございました。いや、あの、麻痺っててよく催眠当てたよな。ありがとうございました。はい、お相手見つかりました。丸焼きさん、対戦お願いします。お相手コータス、トドロク、月に海流、パルシェン、サーフ号、ドドゲザンということで、そうだね、まあ上でね、コータス、ヒデリからの古代活性っていうのもできるしっていう感じかな。サーフ号がね、ちょっとね、スカーフ持ってたら羽ばたく髪より早いんで、そこがちょっと警戒しなきゃいけない点ですね。脅しし出してもいいけどね。脅しし行ってみてもいいか。まあ脅し行きますか。他の武将になったらどうするって話だけど。で、ドラゴン多めなんで、羽ばたく髪、いや、鉄の武人の方がいいか。いや、サーフ号に対して打点ないな。まあでも、助け持ってるから羽ばたく髪持ってって、ラス1が、パルシェン、海竜とかか。ドドゲ。いや、まあ、ウィンディだな、じゃあ。ドドゲさん見れて、パルシェン見れて、海竜。あ、そうだね。これでいきますか。お願いします。しゃしゃしゃ。さあ、サーフ号、なるほど。サーフ号対脅しは別に部が悪くはないです。うん。全然悪くない。ただよ。ここは催眠術打てないんで、瞑想積んでる暇もないはず。まあ、このね、ガラルじゃなくて、パルディア地方最強の戦犯ですよね。サーフ号ってポケモンは。なので、まあ、初手ね、サーフ号以外だったら催眠から入ってもいいかなとか思ってた。まあ、コータスっぽさもあったんで、いいかなと思ってたんですけど。でも打点あるか。気合玉とかだったらもう仕方ないよね、これ。あんま持ってないでしょ、打点。トリック、奇跡奪われたんだけど。せっかくの奇跡を脅ししですよ。あなたに別に意味はなくなりましたよ、その奇跡は。まあいいか。だったらスカーフで上からあのシャドーボー打てるようになったんで、別に悪くない。あー、惜しいんだよな、なんかなんか惜しいんだよな。引いてくるノーマルタイプいたっけな。いないよな。カイル、テラス、ノーマルしかいない。ドドゲザンか。なるほど、ドドゲザンね。なるほど。色違いドドゲザン。ドドゲザンさんどうしようかな。打つとしたら瓦割りとか打ってくるかな。硬。ですね。まあ、ウィンディ引くのはありか。ウィンディ引きますか。で、裏のサーフをだいぶ削ったんで、まあ、スカウだったっていうのは、予想的中ではあったんですけど、トリック打ってきてくれたから。さあ、ドドゲザン威嚇入れまして、ドゲザン痛いけど、まあいいね。威嚇入ってるから2体はする。で、ここなんですよ。ここがまあ何が来てもそんなに悪くはないんじゃないんだけど、どうしようかな。フレドラ安直すぎるんだよね。で、しかも鋼2体なんですよ。だから海竜とかいないかな。でも海竜だったとしてもか。別に海竜だった、待てよ、ウィンディ置いとかないとちょっと後々厳しいな、鋼2体だから。ってなると、ここウィンディ置いとかなきゃいけないんですよね、確実に。いやーでも、フレドラか。一発フレドラ打つわ。引っ込める。サーフ号以外だと思うんで。あー、サーフ号出てくんの。素直だな、これ。めっちゃ。サーフ号切りか、じゃあもう。まあ、確かにいらんわな。奇跡持ちサーフ号なんか。いらないので、切っちゃって。ドドゲザンですよね。ドドゲザンが多分これ不意打ちとか打つようになってくるんじゃないかと思っているんですけど、まあエイムダウンしてたからね。海竜か。ここで海竜来るか。海竜さん来ちゃうんで、海竜さんにはまあ羽ばたく髪は圧倒出ししときゃ強いんですけど、脅ししいるか、こうなってくると。でもあんまりゆっちょに竜舞とか積まれすぎるのも怖いから、羽ばたく髪でもあんま、海竜って羽ばたく髪に打点ないよね、そんなに。神速、激凛、あとなんだっけ、なんか、まあ、地震、僕が使ってるのは炎のパンチとかなんですけど、で、まあ、そういう方じゃなかったら、炎の渦とか、食べ残しのね、とかだと思うんですけど、神速、これ、ワンチャン、鉢巻きだったとしたら、ここで縛れたんで、で、もう交代するとしたら、ドドゲザンしかいないってなると、マジカルフレーム打つべきなんですよね。鉢巻きの線ないか。今の神速でしょ。鉢巻き臭くない？いや、多分、羽ばたく髪そんな打点ないから別にいい。オッケーオッケー。多分これ鉢巻きですね。で、ドドゲザンが来るから、まあ、このね、羽ばたく髪のね、テラスが炎、本当は炎の予定なんです。テラピース足りなすぎて、ちょっとまだフェアリーなんで、申し訳ないんですけど、とりあえずこれで、削りきれないね。特攻ダウンは別にいらなくて、ただまあ、タスキ持ってるんで、最後、いや、待てよ。海竜が、ちょい重ですよね。海竜重いよな。
ドドゲザン、ウィンディ、ちょっとウィンディがもう不意打ちで縛られてそうなんで、ただ羽ばたく神はここ置いとかないとまずいか。これ脅しですね。ここ脅しし投げて、で総大将発動してたんで、まあそこだけちょっと威嚇で、まあリセットというかね、下方修正させていただいて、まあ元気じゃないのがありがたいですね。ドゲザン耐えると思う。さすがに耐えていく。奇跡持ってないのに強いですね。でここですよね。ドイツに対しての打点がないからめちゃくちゃなんですけど、くちゃくちゃですね。これも催眠連打スカーフ脅しし引っ込める。さあ海流さん眠っておしまい。さすがにこれは寝てほしい寝てほしいよ。オッケー当てていく。いやーいいですね。素晴らしいよ。奇跡持ち、まあ奇跡持ってないですけど、今取り上げられたんですけど、海流眠らせて、でこいつもあの他の技打てないんで、ここ羽ばたく神ですね投げて、でこのターンは絶対に起きない。で次のターンなんで羽ばたく神投げちゃって、いやこれウィンディだったか。あ引いてくんのありがたい。すげえ引いてくんのありがたくて、いや待てよ、これウィンディだったよな、さすがに。いやミスったな、これ確実に安直に来すぎた。ウィンディだった、ウィンディすぎた、なんなら。でじゃあ脅ししか、もう一回。いやウィンディ、ウィンディ耐えれんよな。いや脅しし、もう一回投げて、脅しし出しといて、で威嚇入れて、これやられるならもうやられてほしい。脅しし地味に耐えるんだよなこれ、土下座地味に耐えるんだよな。アイアンヘッド落ちるか。おーいいかい、いい耐久してんじゃんいらないんだよなそこの耐久。だったらまあ一回マルチスケール外すってことも考えてテラバースを打ちますか。うん、倒しに来てくれるんだったら倒しに来ない。テラバースと、なんでこれ脅しテラバースとちょっとさ止まんの。まあいいや、とりあえず、うん、まあちょっと、いやこれだったらマジカルフレームで落ちるな。オッケーオッケーオッケー、マジカルフレーム落ちるようになった。アイアンヘッド連打、え待てよ、いやさすがにないな、こだわってるはずないんで。ここウィンディなりますか。ウィンディワンチャンこれ耐えないか。で帰りはもう多分これは僕はね鉢巻き一点読みしてるんで、ここでもう威嚇入れまくって、まあ不意打ちだとしてもだから、で裏の帰りのことも考えたら、まあジャレなんだけど、ジャレで落ちなさそうなんで、もうフレアドライブでいいですね。不意打ち打つかな、押すかな。ドドゲザン、このドドギザンは打ち分けできると思ってんだけど、これさ、海流がさ、鉢巻きじゃなかった場合にさ、ちょっと危ないんだよな、あの、羽ばたく神で残ってんのが。OK、とりあえずこんだけ入れて、ガチ？いや、これもう、ウィンディテラス切るか。テラス切る、新速切っちゃうか。いや、ジャレでいいか。新速なんか打たなくていいよね。で、まだ海流眠ってるんですよ、絶対に。いやーこれなー、いやこれ落ちんか。ドドゲザン、あーオッケー、あーいいね。海流ここまで削ってくれるんだったら全然いいわ。あなったら勝ちですかね、さすがに。だったら勝ち臭いっすね。ウィンディも優秀だな。これ新速でとりあえず海流突破させてもらって、ドドゲザンは2発打てる技は持ってない。まあダブルウィングみたいなねのは持ってないんで、オッケー。ウィンディもいいところで、いや素晴らしい。これ結構いい試合だったんじゃないですか。はい、全体的に脅し順、まあサーフ後あんだけ削ったのでかかったっすよね、初手で。てかまあさすがにトリック打つか、補助技、補助技打ってきそうになるもんね。でここは相手がまだテラッサル切ってないんですよ。なのでそれを考えるとマジカルフェイム安直に打てない。うん、鋼はないでしょう。テラス鋼、今の環境。多分悪だと思うんですよ、ドドリザン。って考えたらムーンホースか。まあでもどっちにしろ別にマジカルフレームに行くか。悪でも鋼でも。不意打ちタクとかになっちゃうから怖いんですよね、これ。ムーンホースだな。さあ、テラスサル。これで、ね、何が来るかなんですよ。テラス、鋼だったらちょっと怖い。鋼テラスあるか、今。悪でお願いします。よし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 、悪テラスで多分直帰だと思うんだけどな、このドドリザン。ムーンフォース打ちます。
オッケー、ありがとうございました。さすがにね、ここはよし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 。いや、これは結構ね、落とししいい活躍してくれたんじゃないですか。うん、全体的に強かったと思いますよ。まあ、威嚇が強いね、普通に。うん、って感じでした。ありがとうございました。はい、ということで本日は落とし使って対戦やってみました。あのね、僕の想像以上に強かったですまあまあ、なんだろうな、そこそこの耐久もあるし、まあ進化の奇跡奪われたとしても、まあドドゲザンのアイアンヘッド耐えるってなかなか強いですよね。まあ威嚇込みなんですけど、っていうのもあって、なんかね、バスラーより感覚的には強かったというか、まあやっぱ進化の奇跡っていうのが普通に強いですよね。無難に強い、うん、っていう感じでございました。普通に使いやすかったです。あとは、まあ、もうちょい火力があれば全然強いんかなっては思いました。まあ催眠術もね、運ゲーにはなるけど、命中ね、僕の脅し 100% だったんでありがたいことにね、うん、有利に進められたんではないかなと思います。よかったらね、皆さんもこの脅し使ってみてください。概要欄にね、育成書いてあるんで、よかったら使ってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ショート動画もね、どんどん上げているので、よかったら皆さんいいねとコメントで、どんどんバズらせてください。早めにね、登録者1万人は行きたいんで、その目標に頑張ってるんで、よかったら皆さんよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。